ドツでーす。いや、生活保護 Q&A じゃなくて、トツマチにします。トツマチにします。はい、ワドツ、イブいらっしゃい。楽しんでって。30分間トツマチやります。楽しんでってください。ハートプレゼントありがとう。オブちゃんこんばんは。はい、サエさんはどつ。まあ、毎回かかってこないことが多いんだけどね。30分だけやります。のんたんハートありがとう。のんたんいつもありがとう。風船プレゼントルージュありがとう。のんたんハートありがとう。ハートプレゼントありがとう。生ポは障害者の方が取りやすいんですか？トツかけてください、ぜひ。トツかけてください、ぜひぜひ。一言とかでもいいですよ。クッキーありがとう。神社クッキーありがとう。停止停止。ごめんごめん。なんだ、旗ありがとう。神社クッキーありがとう。あざます。何でもトツかけてください。神社クッキーありがとう。売名トツ、ネタトツ、質問トツ、雑談トツ、何でも OK ですよ。こんばんは。青さんハートありがとう。ありがとうございます。アイテムみんなありがとう。アザース、アザース。100個目のクッキー、100個もしてんの？ありがとう。100個目のクッキーありがとう。見ついでるね。はい、ワドツ。美咲ちゃんいらっしゃい。トイレ行ってこようかな。バズーカぶち込みました。どういうこと？バズーカぶち込んだの。なんだ、バズーカ。どういうことだ？ちょっとよくわかんないけど。バズーカ。バズーカ打ち込んだのね。トイレ行ってきます。風船10個ありがとう。風船ラッシュありがとう。ありがとうございます。ああ、風が熱出てきたかな。熱上がる。あれ、体温計。これ30分で終わりにするわ。明日仕事行かないとだし。Thank you.
あ、熱下がったわ。よかった。36度2分。あ、よかった。下がったわ。熱下がった。熱は引いた。あとは咳とあれだな。鼻水だな。あ、そっか。解熱剤飲んだのか、俺。風邪薬効いてんだ。36度3分。下がったわ。熱。よかった、よかった。熱下がりました。バガープレゼントありがとう。うん、そうだね。ぶり返す可能性あるからね。今日はゆっくり寝るよ。処方箋強力だよね。薬普段飲まないから、あの、効くよね。風邪薬とか常備飲まないから。効く効く。あ、そうだ、ウィッグさ、ウィッグカットしたいなと思ってたんだよ。忘れてた。ウィッグそのまんまじゃん、俺。スケさんに被せてんだけど。今日はやめるけど、今日やめるけど、ウィッグさ、これカットしたかったんだよ。今日やんないよ。いや、やっぱ自分のさ、ほら、輪郭とかあるじゃん。いやー、ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジーでしょこれ、いや、ファイナルファンタジーでしょ、 FF でしょこれ、やべえな、イケメンだな、ビビるわ、クソかっけえわ。またってなんだ。またってなんだ。はい、もしもーし。あ、もしもし。ワドです。あ、昼間も電話したんですけど。はい、お名前お願いします。あ、ゴルゴと言います。ゴルゴさん、いつもありがとうございます。はい。さあ、今日はどんなお悩みを。仕事。うん。仕事。何でしたっけ、和道さんが言ってるやつ。A 型作業所ですね。ああ、A 型作業所。うん、うん。行こうと思ってるんですけど。おだってゴルゴさ、言っていいの？ゴルゴのこと言っていいの？うん。あのさ、この前さ、生活保護受けてて俺働きたくねえって言ってたじゃん、コメントで。俺は一生生ポでいいんだって言ってたじゃん。まあそうも思っててんけど。うん。なんで働きたくなったん急に。親もうるさいし。うん。まあ家におってもしょうもないし。おー。やっぱ近くの作業所がちょうどあるんですよ。ほうほうほう、いいじゃん、いいじゃん。だから、そこ行こうかなと思って。めっちゃいいことだと思うよ。ああ、うん。いや、応援するよ。ああ。うん。ぬくくなってから行った方がいいですかね。ああ、暖かくなってから？はい。いや、暖かくなってからっつうか、毎年冬は来るから。うん。そんな暖かくなってからって言い出したら、今度暑くなってきたから涼しくなってきたら行こうかなとかさ、どん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 自分に言い訳しちゃうじゃん。はい。だからさ、もう自分が今行くべきだっていうふうに勇気が出たりしちゃうわけじゃん。はい。うん。いや、ああ、敬語じゃなくていいよ、ゴルゴ。全然。俺より年上なんだから。いや、敬語の方が喋りやすい。あ、そっか。だからさ、自分が、なんか感じたわけじゃん。なんかやって、はい。ちょっとごめんね。前髪うざいから、ちょっとごめんね。はい。ちょっとごめん。たぶんなの、うん。ごめん、お待たせ。ヘッドホンがね、はい。来なかったから、音が聞き取りづらかったの。はい。そう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 、思い立ったが吉日だよ、本当に。あー。うん。じゃあ、すぐにでも行った方がいいですかね。うんとね、手続きとしては、はい。まずね、ハローワークから紹介を受けるっていう方法と、はい。あと直接もうその施設に電話をして、
はい。面接を受けるっていうことができるの。はい。だから、俺がおすすめするのは、どっちしろ、はい、面接受けたら見学っていうのをやんないといけないのね。はい。だからもう先に見学行っちゃうのがいいと思う。うん。うん。見学に行って、はい。で、10日間ぐらいね、お試し就労って言って、その施設で働けるかどうかをチェックするんですよ、はい、施設側が。ああ、はい。そう。で、なんか経営作業とか、その、はい、まあ、会社の特色に合わせて、その働いてみて、で、実際じゃあ手続きしようかってなるのね。はい。で、そうすると、こういうのももらってきてって言われるから。こういうの。障害者手帳を持ってる人は、障害者福祉サービス受給者証っていう、これを発行しないといけないの。はい。だから、一回、まあ、これは取っといた方がいいと思うね。先に役所に行って。ああ。うん。で、はい、まあ、気になるところだけど、お給料とかは、はい。東京都ゴルゴ住んでんの。いや、大阪です。大阪か。大阪の最低時給ちょっと見てみるね。はい。うん。大阪、最低賃金が、大阪の最低賃金がね、883円か。あ、うん、ちょっと待ってね、883円の、ちょっと待ってね、883円かける4時間は、3532円かける22日労働。まあ、だいたい7万超えるから、はい、生活保護を受けてるんだったら、手元に2万ぐらい戻ってくると思った方がいい。はい、ああ、はい。うん。だからさ、その交通費とかも全部その、はい、なんつうの、交通費とか全部さっぴいて2万手元に残るから、はい。いいと思うよ。ほら、生活保護受けてると、7万ぐらいでやりくりしないといけないじゃん。自分の。はい。そう。それプラス2万って相当でかくない？あ、でかいです。でかいよね。好きなことできるじゃん。はい、なんか、欲しいもんも買えるしさ。はい。3ヶ月我慢したらさ、新しいパソコンだって買えるしさ。うん。はい。うん。頑張ってよ。はい。うん。応援してるよ。はい。うん。わかりました。うん。頑張ってね。また、なんか、進展あったら、また電話かけてきてよ。ああ、はい。うん。ありがとう。とつ。ありがとうございます。うん。頑張ってね。はーい。じゃあね。はーい。いや、すげえな。すごいね。ゴルゴさんは、生活保護受けてて、もう絶対働きたくないって言ってたんだよ、ずーっと。だけど、働くんだね。いや、なんかいいね。なんか嬉しいよね。うん。いいことだ。いや、いいことでしょう。うん。ファイナルニートたちがどんどん卒業していくんだよ。ファイナルニートたちが。見学できるっていうか、見学しないといけないんだよね。作業所は。いや、いいよ。今日飲んだらいるよ。プテラプティいらっしゃい。うん、嬉しいわ、なんか、うん。でもね、生ポでダラダラしててもね、やることないから。いや、ファイナルニートばっかりだからね、ほんとに。バイトでもなんでもね、やっぱね、やることがあるっていうことはいいことですよ。うん、ダラダラしないから。なかなかさ、自分を戒めることって難しいんだよ。うん、なかなか。目標を立てたりとか、売り上げ立てたり。だったら、一回、その、社会復帰の手前の施設だから、セーフティーネットの一つだよね。そう、国が助成金も払ってるし。うん。その代わりケアをしっかりしてくれるから。ちゃんと働ける。一般就労できるまで、ちゃんとスキル身につけてくれるから。和道を見て働く気になるのはいいことよ。俺さ、俺バーでも働いてるし、仕事もちゃんと探してたんだけどね。なんであんな叩かれてたんだろうね。それだけは納得いかないんだよね。未だに根に持ってるからね。いまだに根に持ってんの、俺働いてたっつうの。まあ嬉しいよね。いやーでも頑張ってもらいたいな、本当に。うん。いや、なんかほっこりするよね。ほっこりするよ。うん、なんかやることあることはいいことだよ。うん。のんたん、のんたん。彼女。うん。彼女が見てる。のんたんです。京平さんいらっしゃい。それを含めてだよね。
まあでもほんとね、頑張って配信で稼いでいってさ、若い子に夢与えたいよね、ほんとにね。俺も配信で食ってきたいっていうさ、和道、10年後ぐらいに言われたくない？いや、俺和道さんきっかけでこの世界入ったんすよっていうやつ。泣くよね、そんな。嬉しくて絶対可愛がるよね。よくさ、先輩芸人がさ、やっぱ一回り二回りさ、要は松本人志とかさ、いや、松本さんに憧れてこの世界入りましたとか、いっぱいいるわけじゃん。可愛がるじゃん。松本とか。いや、いないだろ。さすがに。さすがにいないだろ。まだ3年半だからね。やっぱ10年やらないと。でもね、金梅さんはいる。金梅さんきっかけで俺入ったっていう人はよく聞く。金梅さんの名前が一番よく聞くね。あと、やっぱ、あ、誰だ。俺はまあ、うなちゃんマンきっかけだけど。俺もともと経営者。俺もともと経営者です。はい、向いてそうじゃなくてずっと経営の世界やってたの。そうね。だからね、もうちょっと頑張って稼いでさ、影響力つけて、若い子たちがさ、なんか和道みたいに行きたいから俺も配信始めたよって言わせたいよね。そしたら勝ちでしょ。うん、あ、バブ、バブ買ってきたの。あ、じゃあお風呂沸かしといてよ。もう15分であと終わりにすっから。お風呂沸かしといて。うん。どうなんだろうね。歯車の一個だからね。俺なんか。最新の和道プロのとりあえずの目標なんだろうね。俺はだから配信だけじゃなくて、目標、子供の頃から本当に夢見てたのは、誰よりも自由になりたいっていう。本当に。誰よりも自由に生きたいと思ってきたから。そこは変わってないかな。いや、もう経営はやる気ないですね。うん。経営はやる気ない。っていうのも、さっきもそれ話したんだけど、年商1億ぐらい作るすんだ。従業員10人から5人ぐらいで、年商1億。要は売上高1億よ。でも、結局手取り100万ぐらいなんだよ。そういう世界じゃん。で、10人面倒見るって10人の人生抱えることなんだよ。向いてない。向いてない。うん。それよりも、自分の力だけで100万稼いだ方が、楽だし、向いてると思ったの、俺は。要は個人事業、うん、昔からうまくいくのはそこなんだよ。要はね、自分の手の届く範囲だったら稼げるんだよ。だから、まあ自分の力だけでどこまでやれるのかっていうのにこだわりがあるかな。で、稼げるようになったら、そのなんだろう、自分のこと支えてくれてた人たちをなんかこうスタッフさんとかやってもらいながら給料出せたらいいなと思ってる、うん、本当にそんな感じ。もう経営者としてはね、もうとんでもない化け物みたいな経営者とか、本当に上場企業の社長とか見てきたから、レベルが違う、本当に。考え方の根本が違うのよ。要はね、その人たちって本気で何考えてるかって言ったらさ、世の中変えようとしてんのよ。気が狂ってるほどガチに。世の中そのものを変えようとしてんの。個人事業が配信業。配信業もまあその一つかな。うん、俺は別に、そのさっきから言ってるけど、誰よりも自由に生きたいだけだから。世の中を本当に変えようとしてるし、変えてきた人たちばっかりだったから。うん。そのためだったら命張れる人たちだから、そういう人って。あ、そこじゃないなと思って。うん。俺は誰にも縛られたくないし。うん。お、エリちゃん、ワダツー、風船ありがとう。ありがとう。そう。風船10個ありがとう、エリちゃん。うん。お帰り。そう。だから、俺は、自由に生きたいんだよね。喜怒哀楽むき出しで。泣いて笑って喜んで生きたいの。うん、風船10個ありがとう、エリちゃん。
ありがとう。それだけよ。だから、その、なんつうんだろうな。金稼ぐやつってやっぱすげえんだわ。やっぱり。やっぱりすごいんだよ。だけど、俺思ったのが、金稼いでる人の中でも2種類いるの。要は、志持ってる人と、金だけ追っかけてる人がいるんだよ。うん。ホリエモンみたいな、ホリエモンの先輩の先輩だね。うん。ホリエさんが、会えないクラスの人たちと仕事やってきたから。堀江さんの先輩の先輩。だから簡単に言うと、孫正義の先輩の人たちと、からビジネスを教わってた。化け物じゃん。孫正義の先輩だよ。意味わかんないでしょ。だから友人とかがおかしいの。普段飯食ってる人が、ファーストリテイリングの柳井さん。要は日本一の金持ちね。ユニクロの社長の柳井さんとか、HIS の沢田さん。要は、ベンチャー三重士とかね。そんな奴が生ポしてねえから。はい。NG でーす。さよなら。うん、クリスマスから年末にかけて企画とかあります？たくみさんは裏で動いてるんですか？たくみさんハードスケジュールだからね。まあだからクリスマスイブは、サメ島さんと、ところ遊びに行くけど。うん。じゃあなぜ生活保護だったんですか？いや、今生活保護だよ。Now だよ、Now。Now, Now。うん。あ、あれは、それはね、あれ見た方がいいかもしんない。ちょっと待って。ちょっと待ってね。京平さんね、AskFM っていうアプリがあって、それ、よく質問来るから、質問来た時に答えてるから、これ読んでくれたらわかるかもしんない。ちょっと待って。うん、どれだ？ちょっと待ってね。ここの3行目に書いてある。あとで読んでみて。これ。これの3行目に書いてあるから。うん。要は、バリ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 仕事やってたのよ、俺。で、ダメになって生活保護になってんの。配信も税金取られるに決まってるじゃん。当たり前だよ。配信取られないと思ってんの？は、取られますよ、税金。当たり前じゃん。当たり前だよ、そんなの。君なら何をやっても月100万稼ぐのはすぐにできるんじゃないか。手段選ばなかったら余裕で行くね。うん。余裕で行く。要は3ヶ月後に月収100万になってって言って、どんなビジネスでもいいよって言われたら余裕で行く。余裕。絶対行く。うん。だって稼いでたんだもん。それは自信あるよ。ただ、なんでじゃあそれやらないのって質問をよく言われるんだけど、なんて言うんだろう。俺は新しいことをやるのが好きなんだよ。で、一回攻略したものってゲームって面白くないんだよ、やっぱり。例えば、ドラゴンクエスト3を全クリしたと、楽しいじゃん。だけど、その攻略法もストーリーも分かってるものに対して、もう一回、俺ゲームクリアしたよって言ってさ、ね、そんなの見てないよ、もう一回やってよって言うとね、やだよ、めんどくさいって気持ちあるじゃん。わかる？ 10 年後とかさ、5年、なんでバン？ん？何がバン？どういうこと？舞さん、ちょっと日本語がわかんないわ。めんどくさいじゃん。だからそういう感覚に近いかもしれない。要は、なんつうんだろう、金よりも、なんつうんだろうな。欲しいものがあるんだよ。おすすめ規制？なんで俺、おすすめ規制になんかなってないでしょ？おすすめ規制って何？うん。何の話？おすすめ規制って何？何おすすめ規制って。ちょっと舞さんが言ってることがよくわかんねえな。おすすめ規制って何の話だ、うん、のんたなってる？なってない、うん、なってないよね。なってないと思うよ、舞さん、うん、あ、わかった、うん、なってないよね、うん、ちょっとよくわかんねえな。なってないよね。っていうか、ふわっちっておすすめ規制とかあんの？うん。おすすめ規制自体が存在しないと思うんだよな。前科3班だよ、俺。前科3班だよ、俺。
前科あるんすねどころじゃないの、3つあるわ、ヤフーニュースのトップに乗るぐらい極悪だからね。闇っちとは比べ物にならない極悪だからね、レベルが違う。いや最近キャスやってないよね全然。たまに開くけど、経営者の友達もなぜか全科持ち多い。いやだから結局ね、あの金のためなら悪いことできるやつ多いんだよなんかの間違いでブロックしてたからでした。すいません。なんで俺のことブロックしてんだよ。なんでブロックしてんだよ。それだよ、それ原因が、あ、俺ブロック入れられてたんだ。何で嫁ればいいですか？あ、了解です。ちょっと待ってね。ね。よいしょ。これでお願いします。これでお願いします。飲んだポカリ欲しい。お願いします。あったかいのがいいですか？あったかいのがいいです。ジンジャー入れたのうまかったから、ジンジャー入れて。初見さんいらっしゃい。ふわっちおすすめ規制あるんだ。家族と縁切ってるよ俺、家族いないだから。いろいろあったよ。人生いろいろあるから。人生いろいろですよ。いろいろあります。まあそうだね。今ノンタンが家族だね。税金の話を思い出したんですが、ふわっち近々課金制になるみたいな話題。え？課金制ってどういうこと？課金制ってどういうことだ？どう？税金の話を思い、ふわっちも近々課金制。無料で配信できなくなるってこと？いや、そんなことないと思うけどね。っていうか、ふわっちが潰れるとか的外れすぎてるんだよ。配信も課金する？選べるようになるんじゃないの？多分、ここのサイト頭悪くないから、結構いろんなサービスやってるし、経営者頭いいから、そういうね、無謀な全部が課金とかやらないはず。今の、経営のトレンドって、スケールフリービジネスモデルって言って、何かを、パワーコンテンツを無料で配るんだよ。で、追加でお金を課金させるっていうやり方をスケールフリーって言うんだけど、スケールフリーのビジネスモデル取ってるから。マイナンバー登録ない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 、絶対ない。そんなことやったらもっとでかいニュースだから。絶対ない。要は噂に惑わされたらダメ。あとね、ここの運営さんね、ユーザーさんにもね、丁寧に答えてくれるから、気になったことはね、ふわっちのツイッターに DM 送ったらすぐ答えてくれるよ。ありえない。だし、みんなが思ってるように儲かってるから、ここのサイト。潰れることもまずない。かけてる？かかってないよ。あ、ごめんね、ちょっと待って。あ、かけてるか。ごめんね、ちょっと待って。あ、いいよ、かけて。ごめんね、かけてきて。申し訳ない。もしもーし。あ、もしもし。はじめまして。はじめまして。和道です。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。お名前どうぞ。あ、シロって言います。はい。シロさん。一応、ツイキャス配信者です。何配信者？あ、ツイキャス配信者です。あ、ツイキャスからいらっしゃい。はい。どうもどうも。相談なんですけど。はいはい。はいはい。僕、もともとツイキャスで、ちょっと生き方でやってて、なんかそういう、クラインみたいな配信をしたくなかったんですよ、僕。クラインって誰ですか？だから、クラインなんか、すごい、RG マッチとかやってる人です。
R 字はしてる ?R 字はしてる、んなんか、なんか、そう、なんすかね、なんか、そう、臭い系のセリフを言ってる、イケカテヌシ。はいはいはい。何度もやりたくなかったんで、面白い系の配信。もしもし。まあなんか一覧300ぐらいいたんですけど。はいはい。もう、途中で、なんか、僕、なんか、結構配信がぐだり始めたんですよ。今年の1月とか2月らへんに。はいはいはい。それから、人が全く来なくなっちゃって、うん、で、その後に、なんかまだ来てくれてるリスナーさんには、なんか、いや、シロ君変わったよねって言われるんですよ。はい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 。はいはいはい。しかも、なんか、そう、本当に閲覧が10とかになっちゃって、うん、なんか、需要がないって言われてるんですよ。うん、はいはいはい。だから、需要がある配信ってどういうものなのかなっていう。あー、なるほどね。要は、閲覧300とかあったと。ちょっと待って、なんかさ、音がハウってるんだけど、なんか配信、音切ってる？今、やってますね、配信。あ、先生、俺の配信の音切ってる？ミュートにしてる？ミュートにしてる？ミュートにしてますね。あれなんでだろう？ちょっともう一回かけ直してもいい？あ、で、捨てみきも多分これ、片方にしか入れてないで、多分、入らないと思うんです。なんでだろう？あ、今切れた。オッケー、オッケー。あ、切れましたわ。うん、大丈夫。あ、よかったです。うん、すいません。要は、前は、イケボ配信やってて、閲覧300あったと。はい、で、キャラを変更したと、はい、そういう配信やりたくないと。で、そしたら、閲覧が10になっちゃったと。はい、いや、なんか、いや、でも昔と、なんか自分の配信のやり方は変わってないと思ってて、なんか昔からそういうなんか、臭いなんか、痛い系の配信者ではなかったんですよ、昔から。うん。でもなんかみんなには、なんか、性格悪くなったって言われて。わまあ確かに最近なんか、普通にリスナーにブスとか言いますけど、うん、なんか、その一応リスナーさん全員覚えるっていうのを、なんか目標に一応配信してて、うん、まあ一応なんか、サポーター全員覚えて、今2200人ぐらい覚えてるんですけど、それでも性格悪い。シロさんは、性格悪いとか閲覧がどうとか置いといて、シロさんはなんで配信始めたの、はい、何がしたくて、何が目標で配信を始めたの。いや僕、もともとニュージーランドに住んでたんですよ、去年に。はいはい。で、今高校生なんですけど、うん、で去年の、4月か5月ぐらいに、うん、留学で完全にホームシックになって、うんうん、で、なんか、いや、ちょっと誰かと話したいなっていうのもあったし、あと楽器始めてたんで、ちょっと弾き語り配信も憧れてたので、ちょっと携帯で始めてみたんですよ。うん、で、それがきっかけだったんですけど、うん、なんかその後2ヶ月後ぐらいに、うん、ちょうどなんか、そのカテゴリーっていうのができて、うん、で、それで、カテゴリーを、なんか、イケカテにしたら、うん、なんかいきなりどんどん閲覧が増えていくようになったんですね。うんうんうん、いや、質問に答えて。何が目的で配信をやってるの？だからその、なんか、ホームシックでなんか人と話したいっていう。でももう日本にいるんでしょ今。そうですね。今よ、今。でも配信始めたきっかけじゃなくて、今どこを目指してんの？今は、うん、なんかストプリとかわかります？わかんない。七森さんとかわかりますよね？わかんない。わかんないですか？うん、ツイキャスで、うん。まあ、要するに、まあ、ツイキャスで、なんか、本当に流し出てるぐらいの大手になりたいっていうことですね。大手になりたいんだ。はい。大手に単純になりたいんだったら、数字にこだわるべきじゃない？はい、要は、昔、そのアクティブが集まるようなことをやってたわけじゃん。だよね。はい、だから、そのスタイルに戻すべきだと思うよ、俺は。要は、大手になるのが目的だったら。で、なんかその、昔の配信って、その昔カテゴリーができたばっかだったし、そのツイキャス自体に、なんかその人がいなかったんで、うんうん、多分、だからそのせいもあって、多分、僕結構、うん、みんなに知ってもらって、多分僕が好きな人が集まってたんですけど、違うよ。今本当に配信者に。違う。それがまず根本的に違うんだよ。はい、要はカテゴリーとか少なかったから、見るものがなかったから君のことを見てただけで、はい、結局、今人が集まってないってことは、君に実力がなかったから集まってないの。でしょ？はい。だから、君がそういう自覚がない限り変われないと思うよ、俺。シロ君が、あ、俺、今面白くないと思われてるんだっていう自覚からスタートしないと。その、まあ、自覚はあって、で、なんか、うん、まあ、最近本当に枠ぐだってるんですよ、自分の。まあ、それは自分でも分かってて、うん、まあ、コメントに頼りすぎてたっていうのは完全にあるんですね。うんうんうん。だから、その企画を狙うっていうので、まあ、今日、ふわっちで、まあ、なんか、10時から一応企画やるんですけど、まあ、そういう企画も狙ったんですけど、なんか、また多分それも需要があるのかどうかっていうのもわかんなくて。どんなことやんの？
今日はシャメコンやろうかなと思って。シャメコン？ガチでシャメコンってあんまりないじゃないですか。なんか、ツイキャスだとアンケート機能があるんで、シャメコンってやりやすいけど、うん、そのフワッチだと多分、やりにくいっていうのが多分、理由で、みんなやってないんで、うん、ちょっとやってやろうと思って、今回。うん、っていうので、うん、面白い配信って、だからどうやれば、なんか、できるのかなっていうか、なんかその、主さん本当に需要があるっていうか、本当に一番波に乗ってると思うんで。違う。だから的外れてんだって。波に乗ってるじゃないよ。だってさ、シロ君今日俺のことチラッと見て、閲覧が上の方にいたから今日初めて見たでしょ？いや、僕結構前から知ってました。結構前から知ってる？見てる？はい。うん。見てます。で、じゃあどういう配信が需要あると思って、どういう配信が面白いなと思ったじゃあ。だからなんかそれがよくわからないですよ。じゃあ俺の面白いし勢いがあるって言ったじゃん。で、見てますよって言ったじゃん。はい。はい、だからどんな配信がそう思ったのって聞いてんの。だからそのなんか理由はよくわかんないですよ。なんでかはなんか自分で見ててよくわかんないんですけど。だからなんか俺の枠から離れようとは思わないんですよね。あ、はいはいはい。要は、あのね、じゃあ、はい、多分ね、喋れると思うの、はい、白くんは。ぶっちゃけな 話聞いてる限り。喋れるんだよ。喋れるんだけど、俺が今この印象だからね、配信申し訳ないけど見たことないからあれだけど、絡んで、はい、見た感想を言うと、喋れるんだけど話聞かない子なんだよ。あー。要は、喋れるの。でもリスナーさんの回しが絶対できてないし、リスナーさんの話聞いてないと思う。俺。あー。多分ね。おそらく。リスナーさんに心を傾けることが大事。っていうことですか？というよりも、スタイルはいくつかあるんだよ。その、やり方っていくつかあるの。はい、俺も3年半やってるから、パターンを思ってるわけよ、はい。はい。で、その、なんていうのかな。閲覧が減ってるっていうのは、明らかに問題があるときなんだよ。はい。閲覧が減ってるのは、明らかに自分に問題があるときなの。そう。で、どこに問題があるのか多分分かってないパターンなんだよ、シロ君が。そうですね。でしょ、はい、なんであの時に人が集まってて、なんで今集まってないのかっていう分析ができてないの。多分。はい。うん、で、もう俺、これよく言われてたけど、ね。はい。リスナーさんに、タイムシフト確認してる？タイムシフト確認してないですね。録画が残ってなかったんで、昔がどんな配信だったかっていう確認もできないんですよ。でしょ？はい。俺悪いけど、未だに自分の放送見るよ。残しといた方がいいんですかね。残すっていうか、はい、ツイキャスの場合さ、非公開設定にしても、削除しなければ自分で見ることできるじゃん。はい、あ、はい、できますね。できるでしょ？要は、今日の放送なんでダメだったとか、今日の放送どこが良かったとか研究してないでしょ。そうですね。うん。みんなしてるよ。みんなしてるよ。おそらく、君がさっき挙げた、はい、人を集めてる人気の配信者いるでしょ。こういう人になりたいって。はい、多分、してるよ。してますかね。絶対してる。絶対してる。うん。だから、多分、シロ君がなりたいキャラってあるじゃん、はい、理想のかっこよくてこういう風にコメントが走っててっていうキャラクターとやってることがずれてるんだと思う、はい、多分だから一人で突っ走っちゃってるって感じなんですね。そうだからこの会話も、はい、俺 YouTube に明日上げるから見てみるといいと思う。自分がどんな凸かけてるのか、どんな配信だったのか、はい、かけた方がいい、見た方がいいと思う多分。で、多分、はい、自分を知るところからだと思うよ。多分。わかりました。うん。はい。うん。頑張って。すいません。ありがとうございます。うん、で、はい、あんまり数字にとらわれない方がいいよ。あ、それよく言われます。うん。うん、要は、数字にとらわれてるっていうことは、今、はい、何人いんの？リスナー、アクティブ。今は、ふわっちは5人ですね。5人。今ふわっち放送中？はい。なうね。5でしょ？要は、この5人大切にしない限り、100人も1000人もねえから。はい。うん。要は、数字を追っかけてるときって、俺もそうなんだけど、焦るじゃん。で、もっと人来ないから、なえるじゃん、はい。今の5っていう数字に。なえない？やってて放送。なえますね。なえるよ、ね。焦りますね。置いてかれてるって感じで。焦るでしょ。
で、俺もそうだったの。はい、で、そう焦ってる限り面白い配信なんかできないから、この5人と爆笑、自分が笑うぐらい面白い配信やってごらん。不思議なもんで。それが、なんか、何をやれば面白いか分かんなくて。何をやれば面白いかじゃないんだよ。例えばね、それどういうことかっていうと、はい、白くんはパフォーマーなの。アーティストなの、君は。はい。でしょ？で、ね、アーティストが輝いてない限り、客は喜べないの。はい、舞台見に行って、つまらなそうな芸人、何やってるか分かんないパフォーマー見て、笑える、感動できる、はい、怒れる、楽しめる。できないですね。できないでしょ。だから違うんだよ、はい。要は、リアクションが欲しいだけの配信者になっちゃってんの。パフォーマンスする喜びがないんだよ、今。でしょ。人前で、ゼロのところで、駅前でパフォーマーってパントマイムやっても人楽器できるんだよ。上手い人とか楽しんでる人。はい、要は、もう、リアクション欲しい欲しいじゃなくて、与える側にならないとダメだよ。要は、感動させようとか、楽しませようとか、もてなそうとか。そこに喜び見出せないと先ないと思う。はい。うん。ちなみに主さんってなんか、その、配信する上で絶対これだけはもう頭に入れとくっていうものってありますか？楽しむ。俺が誰よりも楽しむ。俺の笑顔がリスナーさんの笑顔を作るって思ってる。どんなに辛い状況でも喋る、笑う。いやでも確かに自分昔すげえ楽しかったっす。でしょ？でしょ？でしょ？はい。そこなんだよ。そう。主が、シロ君が楽しんでたから人が集まってくるの。うん。絶対そこだから。だから、その、リアクション求めたらダメ。リスナーさんは、リアクションくれる人でしょ、はい、リアクションって言うじゃん。リアクションって、リアクションなのよ。リアクション。はい。つまり、シロ君のアクションに対して、反応としてのリアクションをしてくれてるの。そう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 。でしょ？そういうことですね。そう。アクションなくして、リアクションはないから。そう。だから、リアクション欲しい欲しいになってるから、リアクション来ないのよ。レスポンスも反応もないわけ。そうじゃなくて、みんなに言いたいことってあるんだよ。シロ君が。表現したいことあるんだよ。何でもいいの。うん。で、あと、シロ君個人にメッセージをするなら、この5つを絶対忘れないでほしいの。5つ。5つ？うん。メモれる？なんか。あ、OK です。ちょっと今ワード出しますね。うん。この3つめちゃめちゃ重要で奥義だから。よいしょ。うん。はい。大丈夫です。嬉しい。嬉しい。嬉しいがまず1つね。嬉しい。はい。楽しい。2が楽しい。2が楽しい。嬉しい、楽しい。はい。気持ちいい。気持ちいい。この3つね。嬉しい、楽しい、気持ちいいが3つね。うん、はい。で、後ろの二つが、かっこいいと誇らしい。はい。うん。で、かっこいいと誇らしい話っていうのは、人が嫌がるの。はい、で、多分、シロ君は、かっこいい話、自分がいかにかっこつけてるかっていうのと、自分がいかにすげえかっていう、誇らしい顔をアピールすぎ。多分、俺の予想。これは、実は自尊心とか自分のドーパミンを過剰反応させるのに、この5つしかないんだけど、人に見せない方がいいの。この2つは。ああ。そう。だから、基本的に人から共感を得られる感情っていうのは、嬉しい、楽しい、気持ちいいの。うん。例えば、いや、この前さ、めっちゃめちゃ楽しい話あったんだけど、聞いてくれるっていうのを、嬉しさとかを込めて話すのよ。で、そこに、はい、で、俺超かっこいいだろって言われたら、なえない？そういうブワーって楽しい話してるときにさ、そんな俺めっちゃかっこいいでしょってなったら、うわ、ナルシスト気持ち悪いってなるじゃん。わかる？なりますね。そう。だから、かっこいいと誇らしいっていう感情は、自分の心の中に入れとくの。これは自分のテンション上げてくれるからいいんだけど、これをいかに出さずに、嬉しい、楽しい、気持ちいいは、拡散するから。共感してくれるから。だから、嬉しかったエピソード、楽しかったエピソード、気持ちよかったエピソードのこの3つに絞って徹底的に話し続けてごらん。どんどん自分が楽しくなってくるから。はい、うん。おー。それがリスナーさん。だから、話すテクニックってこれなんだよ。いや、この前めちゃめちゃ嬉しいことあってさ、っていうオープニングと、いや、この前めっちゃ気持ちよかったんだけど、って。これ聞いてくれるから、うん、絶対。おー。うん。なんか、いやでも、うん、なんか、その三つがあれば、なんか、すごい、枠の、すごい、始まり方がなんか、違いますね。違う。で、まず耐えることは、最初の5分だけ喋り続けてごらん。
最初の、そう、コメント拾わない。最初の5分だけ、コメント来たらコメントに食いついちゃうじゃん。嬉しいから、過疎だから。違うの、コメント来てもだよねーっつって、ありがとうコメント、でさーって言って、5分自分の話ぶっ続けてごらん。要は、レスポンスがあるコメントに対して、返しが下手だと、リスナーさん逃げちゃうの。そうじゃなくて、リアクションがあったっていうことは、そのやり方が正解なのよ。そう、オープニングトークが正解だから、それを、ああ、ありがとうコメント、でさーって言って、その成功法を続けるの。5分だけ。そうするとセットアップができるから、リスナーさんからバンバンコメント流れるから。そしたら5分の1個のテーマに対して、リスナーさんに返信して、だよね、だよねって言って、でさーって言って、次の新規に向けてコメント5分で区切って、どんどん展開させんの。要は、30分の枠の中で6個のテーマ持ってれば勝ちだから。6個。6個のテーマ作るの。俺言っとくけど、150個、未だに持ってるけど、ノートの中に150個ネタ帳があって、今日のリスナーがアニメの話したらこの話題引き出そうとか全部持ってるから。あ、そういう対応の仕方があるんです、うん、そう。で、ここにドラゴンクエスト、ここに漫画も全部これネタ振りなの。この漫画何って言われる無駄なもんを作らないで、たリスナーさんが振ってくれるのよ。え、この漫画何なのって言ったら、これめちゃめちゃ面白いよ。見たことありますって。これ5分喋れんのよ。で、面白い漫画何？アニメ何？とかさ、ドラクエ好きなの？つったら、ドラクエ5好きだわーとか、え、何好きっすか？とか。そう。で、仕掛けを作っていけば、絶対うまくいく。うん。喋れるから、シロ君は。うん。ちょっとやってみますね。うん、頑張って。ネタ作りっていうか、ネタ探しっていうか、まあ、自分で、ネタをちゃんと掘り起こすことが大事なんですね。だってさ、芸人さんって喋りのプロで上手いってわかるじゃん？配信者だったら。はい。もう、滑らない話と聞いて、絶対できねえって思うじゃん。すごいスキル持ってるじゃん、喋りの。でも芸人さんって必ずネタ帳宝物でここに入れてるよ。楽屋って絶対こう読んでるよ、うん。要は俺らにはそれが足りないんだよ。俺だって作ってるよ、ネタ帳。俺、ここにパソコンあるでしょ、うん、ここにパソコン。若手の頃ってここ全部付箋だよ、ネタ。付箋がバーって貼られてて、今日は何の話、何の話、何の話って。今頭の中に入ってるからフリートークできるように訓練したけど、初期の頃なんか全部付箋だらけだったよ。要はそういうことやってるから、プロはみんな。プロっていうか大手配信者はみんなやってる。で、シロ君が大手目指すんならそれくらいやんないと勝てないよ。うん、絶対勝てない。喋れるから。喋、うん、れるのは武器だから。これ天性だから。うん、頑張って。わかりました。うん。応援してるよ。はい。じゃあ最後に宣伝してって。あのコメント打って遊びに来てくださいだけ言って。あ、いいんですか？いいよ。うん。ただ、来て滑っても責任取らないからね。はい、くそつまんなかったわって言われても俺責任取んないからね。いや、もうそこはもう、やりますよ。うん。ちゃんと。じゃあ今日10時から企画やんのね、はい、30分後に。はい、あ、10時半からですね。10時半からだ。OK。多分、見に来てくれると思うけど。スノーシャメコンっていうのをちょっとやろうと思ってるんですけど。うちのリスナーうるせえぞ。うちのリスナー耳超えてっからうるせえぞ。え、どういうことですか？何に対してうるさいですか？それは顔に対して。もうだって配信リスナー歴7年とか10年とかばっかりだよ、うちのリスナー。だから、手厳しいよ。面白かったらファンになガッツリになってくれるし、すごい応援してくれるけど、はい、つまらないやつには手厳しいよ、ここのリスナーは。あ、でも、それをかっさらえるぐらいの気概で10時半からやってよ。はい、うん。わかりました。うん。じゃあ。今から寝ときますね、じゃあ。オッケーオッケー。まだ1時間あるから。喋るように、うん。はい。うん。5分喋り続けること、嬉しい、楽しい、気持ちいいね。はい。うん。オッケー。じゃあ、コメント打って、言ってね。あ、わかりました、うん。ありがとうございます。はい、配信者のシロさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。悩んでる若手が、うん、つまらないところは行かないからね。そう、リスナーの厳しいところはそこよ。つまらないところは行かない。つまらないところはコメントも打ってくんない。勝負だから、うん、勝負だから、うん、マジで勝負だからこの世界、うん、いい話だったね。いい話だった、うん。こっちも相談いいか？いいよ、全然かけてきて。
はい、シロくん、このカラフルなサムネなんで、一回ね、フォローしておくといいよ。一回10時半から配信やるみたいだからフォローしてあげて。で、つまんなかったらフォロー外していいから。つまんなかったら速攻外していいから。10時半からもちょっと見に行こうよ、みんなで。いや、仕事でしょ。うん。仕事でしょ。それくらいの気概でみんなやってるわ。うん。金玉が痒くてしょうがない。あー、もう好きなだけ痒くなればいいさ。うん。痒くない金玉なんか金玉じゃねえよ。うん。ありがとな。なんかありがとな、スウィンドル。好きなだけ書くがいい。そう。だってさ、まあ、バンドマンだったら、レクチューはバンドマンだからわかるけど、上手いやつと下手なやつって、要は、セットリスト組んでるもん。当たり前じゃん。セットリスト、MC の練習までしてんのよ。例えばさ、MC っていうのは、その曲またぎの間、あのさ、そもそもね、観客って分かってないかもしんないけど、あの、曲と曲の感想に、ボーカルが喋るでしょ。いや、歌い手じゃない。歌い手じゃない。ね。曲と曲の間にボーカル喋るでしょ。あれって、ファンサービスだと思ってるでしょ。あれって全然ファンサービスじゃないんだよ。あれって何をやってるかっていうと、曲によってチューニングっていうのを変えるの。だから、要は、弦を変えたりとか、ドロップ D とか言うんだけど、ドラムのセットの音とかをチューニングするの。要は、その尺をお客さんが楽し、その間に楽しませるために、その間に冷めないために、ボーカルが喋るんだよ。知ってた？そう。ボーカルが、要はお客さんのテンションを下げないために、ファンサービスを込めたパフォーマンスの一個なの。だから、下手な高校生バンドってあの時、ブンブンブンとか、ドゥンドゥンとか言って喋らないのよ。喋れないの。なんで喋れないのって。練習してないから。でも、プロの舞台に行って、曲またぎの間とかに MC できないやつなんかいないんだよ。みんな MC できるの。なんでかって言ったら練習で必ずやってるから。その時にギターはどの1分間の間でチューニングを終えないといけないとか、ドラムだったらセットを組み替えないといけないとか、ベースも合わせないといけない。で、3人で音を合わせないといけないっていうのが全部あんのよ。だから、ライブのオープニングって、じゃん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 、どん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 ってやるでしょ。じゃーんって始まるでしょ。あれって何をやってるかっていうと、あれパフォーマンスでやる意味じゃないんだよ。あれって出だしの音を全員で確認してんだよ。じゃーん、ドゥン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 ってやって、ズダン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 ってやってるでしょ。パフォーマンスもあるんだけど、あれ、音の調律合わせてんだよ、あそこで。そう。プロってやっぱそういうことなんだよ。お客さんに気づかせないで、楽しませながらやってるんだよ。うん、プロの MC も練習しないとできないんですよ。絶対できない。で、松山千春なんかもう MC がメインになってるから。MC が。うん、彼女、うん。あの時の喋りも客のテンションの影響。そう。なんか客に合わせるの。例えば、みんな気づかないかもしんないけど、BGM でどれくらい変わるのかっていうのやってみようか。これは、俺セミナーの講師やってた時なんだけど、今のままだとこんな感じの BGM じゃないですか。おい、お疲れ様です。例えば、客に聞かせたいなとか、感動させたいなっていう時の BGM はこうやってやる。うん。例えばね、これ喋りのテクニックなんだけど、こういう風に、こう BGM を変えることによって、声のトーンとかを変えるんだよ。わかる？こうやってやることによって、その、喋りってだいぶ変わるんだよ。聞かせようとか、聞いてもらいたいなとか、あと寝る前に聞いてもらいたいなとか、全然イメージ変わるでしょ？こういう小さな BGM に合わせた音であったりとか、その環境であったりとか、作れるんだよ、音とかでも。喋るテンポもだいぶ変えてるでしょ？こういう小さな技術みたいなのを積み重ねていかないと、多分勝てないと思う。これ誰でもできるから。っていうか、プロって呼ばれてる人みんなやってるから。うん、難しいんだよ。奥が深いんだよ。ハートプレゼントありがとう。うん、難しいよ。和道さん AB 型をノンタン B 型で合ってます。俺 B 型。ノンタン A 型。全然違う。うん。だから考えてる配信者と考えてない配信者、これを別に配信論で 言わなくていいと思ってんの。これは配信者から悩み相談だったからあえて言ったわけじゃん。俺は
配信者だから普段別にひけらかさないじゃん、うん、そう、そこが難しいところなんだよね。配信論を語っても意味ないんだよ。リスナーさんには居心地が良くなって居ついてもらえばいいから。あとね、新規を取るような炎上をしようっていうのはダメ。そうじゃなくて今いる人が1分でも長くいれば閲覧って増えてくるの。この理論が分かんないんだよ。これ言ってる意味わかる？みんな、うん、この意味わかる？ダメなやつほど新規を増やそうとするの。でも正解の配信者っていうのは今いるリスナーの滞在時間を5分長くしようとするの。新規は必ず増えるんだよ。これどういう理屈かっていうと、この配信つけっぱなしにしてたらね、726人通り過ぎたの。わかるでしょ？726人のうち150人がストックできてるのよ。わかる？だから俺がぼーっとしてても700人来たんだよ。要はこれをどれだけとどめることができるのか。ちょっと待って、ちょっと待ってって、今面白い話してるからっていうので5分滞在させることによって変わるのよ。そうするとアクティブが上がっていくので、アクティブが上がれば上がるほどおすすめ順位上に行くんだよ。この理屈が分かんないの、カソのやつは。カソのやつはだから過激なことやろうで飽きられるからガツッと減るの。違う、来てくれた人をどれだけ長く滞在させるかな。これができるようになるとゆっくりだけど確実にリスナーが増えてくの。であとは100人とかね、50人とか100人超えたらふわっちなんかトップなんだから、時間帯によっては、うん、配信深いよ、配信深いっすよ。そうだから俺はのりゆきの配信スタイル、のりゆきはすげえと思うの。俺はだけどのりゆきさんと逆張り、多分のりゆきさん全く違うこと言うと思う。配信論ってそこなんだよ。俺もね、俺横山みどりに若手の頃なんて言われたと思う？俺みどりさんに言ったの、みどりさん、俺もさっきのシロ君みたいに、みどりさんどうやったらいいっすかって、人が全然増えないっすって全く同じこと聞いたの。みどりさんなんて答えたかっつったら、ああコメント読みな、コメント読んだらリスナーいっぱい来るから。で俺みどりさんの放送見たの、その日から。コメント全然読んでねえから、あいつ、ああびっくりしたよ、コメント全然読んでねえよ、よく俺にコメント読めっつったよな。 あれ嘘つきだよあいつ、あいつ嘘つきだよでもね、みんなそんなもんだから分かってないんだよ、うん、みんなそれなりのやり方でやってるから、みんなそれなりの自分なりのルールなの。そう、適当なの、適当なの、うんうん、だから何が当たるか分かんないよ正直。だから俺は逆にいつも悔しいと思うのは稲子なんだよ。だってさ、稲子なんかさ、あ、了解なさい、あ、次の曲なんですよ、あ、ヤピー、あ、あります、あ、ず、さいつ、あ、って言ってるだけじゃん。ねえ。ねえ？トークスキルとかじゃねえじゃん。ねえ。全然さ、なんかもう悔しくなんの。こっちはさ、喋って喋って喋り倒してるわけじゃん。ネタ帳も必死で書いてるわけじゃん。向こうなんかキャラだけだからね。キャラだけでやってんだよ。キャラクターだけで。だから神なんだよな。だから、その、いろんなスタイルがあると思うけど、一番いいのは自分のスタイルを作ること。もう自分のスタイルを確立すんの。俺はこれっていう。それがない限り無理。そうなんだよ。そうなの。芸人さんがよく美味しいっていうのに近いの。芸人さん言うじゃん。美味しいわーって。わかってるよ、ぶどう先輩。わかってるよ。アスペですか？俺だってわかってるよ。みどりさんがいかにすげえかわかってるよ。ダメ、マジレスっしゃ。わかってないのはお前。暗黒はコメント読んで、その答えを喋ってる。よく見てみ。暗黒の出たよ。マジレス先輩。わかってるに決まってるだろうがよ。何年やってると思ってんだよ。ハートありがとう。稲子を笑える人も笑えない人も、そう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 。リスワンでもそんなにスキルない人も撮るから配信って深いんだよ。いや、あのね、基本的に一番ブレてないところを言うと、ブレてないところを言うと、配信が好きなやつは生き残る。
配信が好きなやつが生き残る。で、やめてっちゃうのみんな。なんでかっていうと、チヤホヤされたいとかお金が欲しいっていう不純な動機でやってるから。そう。だから金を稼げるやつもイケメンもイケボもいっぱいいた。腐るほどいた。喋れるやつも腐るほどいた。イケメンも腐るほどいた。経営者として才能あるやつも腐るほどいて、喋れるやつ、トークスキルやつ5万といた。全員辞めた。なんで俺が3年間で生き残ったか。俺が一番配信好きだったんだよ。俺が誰よりも配信回したんだよ。みんなが寝てる間俺はずっと配信続けたの。風邪ひいてる日も、寝てる日も、叩かれて悔しい日も、プライベートで喧嘩した日も、あの日も、ずーっと配信回してた、うん。誰よりも配信好きだったの。ただこれだけは譲らん。うん、これだけは譲らん。それは伝わるんだよ、リスナーさんに。そう。だから好きなやつが勝つ。配信の神様に配信の愛を捧げたやつが勝つんだよ。うん、今いる人たち見てみろよ。みどりさん、うなちゃんま、石川のりゆき、金ばえさん、鮫島さん。俺より配信好きなの分かるでしょ？俺より好きなんだよ。でしょ？伝わるじゃん。そう。だからリスナーも好きなんだよ。ここはブレてないよ。これは黄金法則。好きなものには勝てない。うん。うん。もうウナいないけどね。いや、ウナいるよ。俺の心の中に。おい、ワード、頑張ってっか？おい。俺がよ、今よ、筑前に作ってっけどよ、ワード、お前の放送見ながらよ、おい、大衆酒場よ、回してっからよ、なあ部長、ケビって言ってる。今大衆酒場うなで俺の放送を見ながらそう言ってるはず。うな、ん、は死んでない。うなは俺の中で生き続けてるから。会う数が多いほど好感度上がるのは一生せ。そう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 、素晴らしい。あの、お経の CD さんの言う通りで、心理学では7回会うと好きになるっていうのが統計で出てんの。7回、その人に会うと絶対好きになるの。だから営業マン、売れる営業マンほど売らないの。ただ、用事もないのに7回会いに行くの。できる営業マンって挨拶回り行くでしょ。あ、どうも元気ですかーって、お母さんって。ちょっとお買い物しましたとか。いやー天気悪いっすねーとか、また何かあったら声かけてくださいって。1ヶ月1週間に1回必ず挨拶回りだけやるの。7回会いに来てみ、絶対仲良くなるから、売られなかったら。でその時に、 あんたはそういえば何の会社やってんのって。これが売れる秘訣なんだよ、うん、そう、7回来たら絶対好きになる、うん、要は7回の間に嫌われたらアウトなの。7回会うまでに、あ、こいつ嫌いだわって言ったらもう来なくなるの。何でもいいのよ。ちょっと挨拶できるとか、あ、MI さんどうもとかさ、あ、来てくれてありがとうって言って、気分いいじゃん。リスナーさんは。ああ、なんか挨拶できる子なんだ、みたいな。コメント拾ってくれるんだ、みたいな。あ、いつもありがとうね、コメントとか。ああ、久しぶりっすね、って。俺絶対言うから。久々のリスナーさん来たら、今日も言われたリスナーさんいるでしょ。おー、最近来なかったじゃないですか。ありがとうございますって言われた人いるでしょ。うん。俺だってもともと営業マンだもん。ザイオンス効果。そうそうそう。ザイオンス効果ね。うん。はい、どうもどうも。まゆみさんいらっしゃい。久しぶり。和道さん落語家みたい。どうだろうね。うん。おう、コッペいらっしゃい。どう、調子は。うん、調子どうだよ。頑張ってんか。若手が気合入ってるぞ。お前抜かれるぞ。うん。あんまり昔の自分に縛られてプライド高くやってたらお前よ。若いさ、ガッツあるやつがどんどん来てるぞ、若手が。お前と同い年と。うん。とりま休日はかそっても12時間枠取る。ああ、いいじゃん、いいじゃん。うん。頑張れ、頑張れ。埋もれんなよ。埋もれんなよ。うん。でも見てるよ。アクティブ5でも頑張ってんの。いつか認められるから折れるなよ。うん。アクティブ5でも1でも喋ってるよ、お前は。うん。全然面白くないけどね。うん。全然面白くないけど。うん。とりあえず見てるよ。アクティブ5のうちの1だよ。
全然面白くないけど。うん、気に入ったフォローします。お、まゆみさんありがとう。うん、おい、ほっぺ、お前何年目だよ。お前配信何年目だよ。あ、コッペコラボしたよ、この前。うん、コッペしたよ、コラボ。うん、コッペもな、プライド高いかんな。ごめんね。5年目です。あれ笑うわ。あれめっちゃ面白かったよね。あれいじめだよね。あれいじめだよね。あれいじりじゃないよね。いじめだよね。新しいフォロワーさん紹介します。まゆみさん、まいさん、しろさん、ちゃんまゆさん、ごみんさん、フォローありがとう。ありがとうございます。だから、あのね、俺許せないのが、さっきもさ、パルパルがさ、なんか詐欺だとか言ったけど、詐欺だとか言われたの。なんかアイテムがどうのこうのって。俺、アイテムくださいとか、グッズ買ってくださいって、一回も言ったことないから。3年配信やってるけど、3年半配信やってるけど、ふわっちでは3ヶ月やってるけど、俺一言も言ってないからね。アイテムください、花火ください、風船ください、絶対言わない。そんな甘くねえから。リスナー舐めんなよ。リスナー舐めんなよ。面白かったらアイテムするわ。だろ？面白かったらアイテムなんか勝手に投げるわ、こっち側で。なんでお前みたいなゴミ配信者にアイテムくださいとか言われなくちゃいけねえんだって。そう。アイテムくださいって言うぐらいだったら笑いの一つでも取れ、バカって。そう思わない。だから俺プライドあんの。俺はアイテムくださいって言って、先月18万8000円分アイテムもらったわけじゃないの。18万8000円分笑わせてやろうっていう気概があるの。それは、大手から学んでるの。パルパルってクロクロにも似てませんが、アイテムの中にも。あ、全然違う。クロクロの方が100倍面白い。全然レベル違う。クロクロは突き抜けてるから。クロクロは全然面白いよ。あいつ来たら、あいつがふわっち来たら一瞬でトップ行くよ。トップ行く。ホストみたいに少数のリスナー競わせて100万も課金させる方を見たんですよ、それは。いや、スタイルはいろいろあると思うんだよ。例えば、俺友達にアイラってやつがいるの。アイラってやつ。で、配信スタイルまるで違う。はっきり言って。まるで違うけど、お互い尊敬してるから。あいつもスタイル違うんだよ。要は俺を参考にしないけど、あいつから、いや、ワード面白いっていうリスペクトがあるし、俺もアイラ買ってるの。アイラで正解。要はスタイルが違くてもいいんだよ。リスペクトがあるんだよ。うん。アイラはアイラで成立してんの。俺と生き方が違うだけ。でも目指してるところは一緒だから。うん。アイラ、アイラ。アイラは昔から友達だから。アイラはいいんだよ、それで。アイラのやり方があるから。アイラはまあホストだから。インターネットホストの先駆け。要は、客少なくてもいいの。太客をがっつり掴むことができるの、あいつは。要は、うん百万投資してくれるリスナーだけをピンポイントで心掴むことができるの。俺はそうじゃなくて、貧乏な人でも、金持ってる社長でもいっぱいいるんだよ。上場企業の役員とかもいるの。世界で活躍してるモデルさんとかもいるの。俺の配信に。いっぱい、その、大御所の人いっぱいいるの。でも全員平等に扱いますよっていうのが俺のスタイルだから。ここに来たら俺のリスナーですよ、観客ですよって。ここは俺の場だからって。じゃないと気持ちが悪いでしょ。例えばさ、俺が金持って花火ばっかりする人ばっかりのコメント読んだりとか、その人良い人ばっかりしてたら嫌でしょ。楽しめないじゃん。俺嫌なの。うん。俺はだから、ここに来たら見てくれる時点で応援。コメントしてくれたらさらに応援。そのプラスでアイテムくれたらいいなぐらい。うん。あ、のんたん。のんたん。なんか、まゆみさんがよろしくだってよ。はい。歯磨いてる。バイバイって。よいしょ。有名人？うん。ありがとうね、まゆみさん。有名人ってこと？有名人ってどういうことだろう？うん。アドベンチャーかどうかわかんねえけど。
かわいいよ。うちののんたんかわいい。あとね、かそってる時ってあるんだよ。俺も多分この枠の始まり30人ぐらいだったと思うんだけど、流れつかむまで、やっぱ寝れないんだよね。寝つきが悪いんだよ。やっぱアクティブ100、200まで持ってって、あ、今日楽しかったって自分がぐっすり寝れるまで配信はやりたいよね。だから、今日最後にするわって言って、1、2時間後に枠開くのよくあるぞ。今日ラス枠だわ、お疲れって言ってさ。もう寝るね、おやすみって言った、1、2時間後に枠開くの多いでしょ、俺。あれは要は前の配信に納得いってないの。布団の中つくじゃん。風呂入るじゃん。寝るじゃん。寝れないの。今日の配信ダメだわ、つって。こんなの納得し、できねえわ、つって起きちゃうの。30分でもリベンジしたくなるの。その日、ダメな失敗癖を作ると失敗が続くんだよ。何週間も。スランプに落ちるのよくわかってるの。でも成功も一緒なのよ。成功も積み重ねて成功癖をつけて、勝ち癖って言うんだけど、アスリート、わかるよね、配信者だったら。そう。勝ち癖をつけないといけないの。だから、今日はこのまま終われないなっつって、その自分が納得いくまでなるべく配信やる。で、あ、今日の配信良かったわ、っつって。寝る。それはね、アイテムの数とかじゃないんだよ。え？枠終わった？え、ちょっと待って、10時半から枠やるっつってたのに終わった？え、どういうこと？ 10 時半から枠やるって言ってなかった？さっき、うん、ちょっと待って待って待って、10時半からじゃないの？終わったの？俺見に行こうと思ってたんだけど、あれ、それとも俺1時間喋ってんの？あれから。え、ちょっと待って、ちょっと待って、シロと会話終わってから1時間喋ってんの、うん、あ、やるの、うん、やるのね、うん、はい、こんばんは。まいちゃんいらっしゃい。やっぱね、クレイジーにならないとね。配信ジャンキーにならないと。配信ジャンキーね。あ、10時半からまたやんのね。なるほど、なるほど。うん。頑張ってね。頑張って。うん、応援してるよ。配信者はみんな仲間だから、うん、吸音材買ってくんの、うん、いってらっしゃい。親にうるさいって言われた。いや、いいことだよ、いいことだよ。親にうるさいって言われるのは配信者の鏡だよ、うん、もうそれを超えてくると壁ドンになってくの、近隣住民から。で、それを超える気違いをやってやんの。もう、近所で、うん。あ、こいつ、なんかやったら刺してくるなとか、こいつなんかやったら警察沙汰になるなっていうぐらい、もう、震わせないとダメだよね、近隣住民を。こいつはやばいやつだと。こいつはやべえって思わせないとダメだよ、近隣住民。シケキノコふわっち配信してたんだな。あ、知らねえわ。お、ブルさん、久しぶり。元気？おー、なんかブルさん久しぶりじゃないですか。アバーガープレゼントありがとうございます。ありがとうございます。お、花火来た。ブルさんいつもありがとうございます。花火ありがとうございます。なんか久々じゃね、ブルさん。忙しかったんですか。うぃ、いや、やばいやつだって思わせないとダメでしょ。やっぱね、配信でね、人気者になろうなんてやつは下水やつだから。まともな生き方できるわけねえじゃん。思わない？なんかさ、配信で飯食おうなんてさ、クソみてえなやつなんだよ。発想がもう人間としてダメなやつなんだよ。学校行けなくなっちゃいます、やばすぎると。いいんだよ、学校なんか行かなくたって食ってけんだよ。こっちはよ、もうあれだよ、いろんなもん捨ててきてんだよ。実際配信したかったら近所付き合いとか関係ない。そうだよ。あのね、俺はね、地球を敵に回す覚悟でやってるからね。うん。
いつプーチンと戦争になってもいいぐらいの覚悟で配信やってるよ。うん。プーチンが秋田犬を連れて、おい、ワドを殺すぞって言われても俺配信続けるから。うん、やってみろ、この野郎、つって。うん。新しいことなんかしなくていいんだよ。自分にできることやるんだよ。うん。木を照らってもダメだから。うん。成功法でやりな。うん。実はね、あのね、これまたかっこいいこと言っちゃおうかな。かっこいいこと言っていいっすか？かっこいいこと言っていいっすか？ねえ、かっこいいこと言っていいっすか？また名言出ちゃうよ。あのね、みんなやろうとするのが、型破りなことやりたいの。型破りなことやりたいんだよ。要は新しいことやりたいっつうのは、型破りなことやりたいの。でしょ？で、みんな何やってるかっていうと、型なしなことやってんの。お前がやろうとしてんのは型なしなんだよ。わかる？型を持ってるやつが型を極めて型を破る。これが型破りなの。これがかっこいいの。基礎とか型ができてないやつがやるのは型なしだから。うん、それダサいのよ。だからまず基本的な自分の型を作れ。自分のテキスト通りのことができないと型破りなことはできない。うん、型から覚えろ。型から。これ基本だから。これ正論だから。そう。聖剣突き打てないやつがね、上段後ろ回し蹴りとかかかと落としとかできないから。うん、まずは聖剣突きからだよ。うん。いや、俺はかっこつけたいよ。うん。俺はかっこつけますよ。うん。ルールは、おい、ルールは破るためにあんだよ、バカ野郎。ルールは破っていこう、みんなで。ルール破ろう、ルール破ってこう。かっこつけてこう。あ、アクティブ下がった。シュハリ。作る、ハリ。シュハリはね、もともと継承するって意味だから、型って意味だよ。シュハリは、教えを守るとか、伝統を守るから来てんのよ。シュハリの手話。法律は守らないとね。うん、法律は守らないと。ただ風習とか思い込みとかなんとなくとかそういうくだらないローカルルールはどんどん破ってこう。法律と人に迷惑、法律破るのと人に迷惑かけるのだけダメ。うん、それ以外は何でもありだから。法律は守ろう。あと、ルールは守、あ、ルールじゃない。人に迷惑かけない。それ最低限。つまりね、自分をいじめ抜くのは何でもありだから。自分をいじめ抜いて配信者が始まるから。かっこつけてもダメだよ。自分をいじめられるやつがね、配信ではね、強者だから。そこのトップに君臨してる男は、うんこを食うことができるから。自らの排泄物をクイックタイムで食うことができるから。そうそう。他人のウサギを盗み出すとか、ね、他人の、え？はい。もうちょっとさせて、お母さん。はい。もうちょっと配信したいの。あと12分やる。早く寝ろって言われた。明日仕事だからね。これが配信ジャンキーだよ。走り出したら止まらねえから、うん。違法なこともダメよ。違法なこともダメ。うん。ダメ。法律っていうのは、間違ってるところも古い部分もあるけど、それでも法治国家だから。うん、法治国家なんですよ、日本は。建前でも何でも。だから俺は法は守るべきだと思う。うん、怒られちゃったよ。闇将軍のトングなんか話になんだよ。うん、ダメに決まってるぞ、あの。ダメだから叩かれてんだから。うん、ピコいらっしゃい。おー、グリとグラだ。超懐かしい。グリとグラすげー好きだったんだよね、俺。グリとグラ面白いよね。久々見たわ。うん。うん。いやいや、過去否定してないよ。俺はだから、過ちを犯したわけだから。前科3犯だから。3回悪いことやってるわけだから。でも、あれだよ、4年間本当に反省したんだからね。執行猶予を解けるまでマジきつかったんだから。うん。だって、配信でアグレッシブ、早く寝なさい言われちゃったよ。リスナーにも言われちゃったよ。お父さん出てきた、お父さん。うん。
のんちゃんが闇将軍に鬼込めしてたのはなぜ？もともとだって闇将軍リスナーだもん。闇将軍のところでのんちゃんってなんかイチャイチャしてるって、昔ニコ生時代わかんないんだろうな、多分。もともと闇将軍のこってこてのリスナーだから。うん。そう。残り9分で終わりにします。っていうか、リスナー歴すげえ古いよ。7年ぐらいリスナーやってるから。大先輩ですよ。いろんな配信の大手を見てきたし。かそってる配信者から大手になるプロセスとかも全部見てきてるから。いや、風邪ひいちゃったんですよ。うん。早く寝なさい。いや、知ってる？あ、そうなんだ。まあ、俺に聞かれてもわかんねえな、正直な。あとね、売れるか売れないかってね、あと、コテハン大事。配信者は、名前結構大事。稲子とか絶対売れる名前だもんね。あのね、もし配信始めようと思ってる人はね、コテハンは相当考えた方がいいよ。コテハンはマジで考えた方がいい。売れるコテハンと売れないコテハンがあるの。で、そういう意味だったら、和道は最悪。和道は本当に、良くない名前だと思った。それこそ、積み上げていったから、和道って定着したけど、最初の頃、和道ってなんだよ、みたいな。ゆいがかよって言われたもん。ゆいがかよみたいな。いや、ゆいがじゃないけど、みたいな。和道だけど、みたいな。そう、商品名っていうか、もう、キャッチーな方がいいよ。手出さないでください。手出さないでください。穴の開いた本棚から手出さないでください。熱出るな、これは。うん、手怖いね。俺が夜中のんたんの兄貴のディスにもうイライラして寝れなくて思いっきりぶん殴ったら穴開いちゃったんだよ。配信外で思いっきりもうバーンぶん殴って寝れなくてのんたんの家族のディスにうらーっつってもう寝てる最中にボコーンつって穴が開いちゃったんだ。和道ってアウトローっぽいかな。どうなんだ。ボラギノールいいじゃん。ボラギノールは大手になれる名前だよ。そうそうそう、ボラギノールはいいね。便所太郎とかも良かったね。名前大事だよね。名前は。なんかコッペは名前変えるべきって毎回言ってんのよ。一回落ちたからコッペって良くないじゃん。だからロシナンテに変えろっつって昔から言ってんのよ。絶対ロシナンテの方が売れるんだよ。そう思わない？コッペって名前ダメだよね。ロシナンテだったら見に行くよね。そこ分かってん。ティッシュくれ。はい。あ、和道プレミアムいいね。和道プレミアムいいね。ありがとう。訴えられないから大丈夫だよ。マツコデラックスと同じノリでしょ？和道プレミアム。強兵は良くないな。強兵は配信でやっていくのは良くないな。うん。カイジャリもクリームシチューにしたしね。ただ変えればいいってもんじゃないんだけど、スコッペとかね。まあ、キャラに合ってるかどうかも大事だけど、5文字がいいと思うよ。5文字いいと思う。5文字いいよ。本名でしょ？強兵は。ゲーム配信者に名前つけてください。メラゾーマ強兵だね。メラゾーマ強兵は、なんか、ゲーム配信、どうもー！メラゾーマ強兵でーす！おーってなるよね。いや、メラゾーマ強兵の
強そうだよね。メラゾーマ強兵の攻略ゲーム配信とか、いいじゃん。いや、呪文いいから。ドラクエの呪文は外れないよ。どうも、パルプンテマイでーす。おーってなるよね。うん、どうも、インパスレクチでーす。だから、なんでもない名前に、ドラクエの呪文か、だからいいんだよ。ギガデイン強兵だよ。ギガデイン強兵でーすって。いや、芸人みたいなもんだから。だから、格好つけたら負けだから。うん、はい、ご満足さんこんばんは。ヒャダルコご満足でーす。メダパに飲んだんでーす。強そうだよな。メラゾーマ強兵でいこうよ。メラゾーマ強兵。イオナズン強兵ね。ベギラゴン匠。いいな。ベギラゴン。いいな。ベギラゴン匠でーす。とかね。ウキョチはね、ハズレネームだと思うよ。ウキョチはハズレネームだと思う。実力あったんだろうね。名前は良くない。スクルト強兵とかね。うん、ベギラゴン匠は超面白いじゃん。うん、期待大だよね、うん。絶対面白いこと。パルプンテいいと思うよ。パルプンテヤマハとかいいじゃんね。うん、ヤマハパルプンテとか。ベギラゴン匠は売れるな。ベギラゴン匠は絶対大手になれるよ。ああ。ベギラゴン匠は絶対売れるな。もう名前だけで大手になれるよね。いいよ。うん、あー、喉やべ。肺がやばい。ザオリクメンマ。どうもザラキーマ和道でーす。たくみさんの良かったね。ベギラゴンたくみは絶対面白いよね。うん、あ、いいじゃん。パルプンテヤマハさんいらっしゃい。パルプンテヤマハさんいらっしゃい。ベギラゴンたくみいるかな。ベホマラーマナミ。ベホマラーマナミもいいね。なんか癒し系なんだろうね。巨乳っぽい名前だよ。どうもベホマラーマナミでーす。めっちゃ巨乳なんだ。だけどおばさんなんでしょ、うん、バシルールは自宅。バシルールと自宅っていう相反する言葉ね、うん、いいね。バシルーラ自宅はすごいメッセージ性強いよね。自宅にいるんじゃねえのかよっていうね、うん、面白いわ、うん、まあまあ、これから配信やる人は頑張って面白い名前つけてください。以上、リレミと和道の放送でした。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。